YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、よしみです。このチャンネルは歌手養成スクール HMS がお送りしております。私のこのシリーズではプロを目指す方、歌手を目指す方に向けての情報をお送りしております。また他にも歌ってみた動画や歌好きのためのボイトレなど様々な情報をお送りしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、早速ですが、今回はこの YouTube での歌ってみた、これでデビューのチャンスをつかめるというお話をしたいと思います。もはや知らない人はいないくらい有名となりつつあるこの歌ってみたなんですが、歌手が出るかな、アーティストさんの曲を自分流にアレンジして歌ったり、芸人さんがすごい面白い独自のアレンジを加えて歌っていたりしてますよね。そもそも歌ってみたっていうのは、自分の歌声を動画に撮って、ここ YouTube などにこう配信するっていうものです。プロだけではなくて、最近でもアマチュアの配信者がすごく多いです。実際に私もいくつかの動画を見てみるんですが、驚くほどの歌唱力だったりとか、すごいユーモアのある動画にたくさん出会います。それだけで多くの実力者が配信しているという現実があります。そんなわけで、最近の、音楽業界では無名の歌手がこの YouTube の歌ってみた動画で注目されてメジャーデビューするという形がすごく多くなりました。歌手になりたい方ならね、この YouTube に一回はちょっと投稿してみたいなって思ってる方いられるんではないでしょうか。近年では芸能音楽業界のスカウトマンも実はこの歌ってみた動画を検索して新人発掘しているのです。ただの、動画投稿と思われがちなんですが、歌手デビューを目指すなら歌ってみたがデビューへの近道にもなります。では歌ってみた動画で、歌手デビューのチャンスをつかむにはどのようにすればよいのかっていうのを今回解説したいと思います。チャンスをつかむ歌ってみた動画ポイントその1、人気曲、有名曲を選曲する。はい、どれだけねうまく歌えていても、いくら動画投稿を続けていても、やっぱ見てもらわないと意味がありませんよね。 YouTube では歌ってみた以外にも毎日も大量の動画が配信されていますので、その中からより多くの視聴者に見つけてもらうようにすることが重要なのです。そこで人気曲、有名曲なら曲自体が有名なので曲検索されやすく、歌ってみたの再生率もぐんと上がります。ある程度ファンがつくまではこの人気曲や有名曲で歌ってみた投稿をしましょう。でこのように歌楽曲を投稿する場合、著作権について考慮する必要があります。これらについて別にまとめた動画がありますので、歌ってみてやってみたいけどちょっと著作権のことがよくわからないなっていう方は、そちらの動画をぜひご覧ください。はい、チャンスをつかむ歌ってみたポイントその2、タイトル、サムネイルを工夫する。もう動画はタイトルが9割なんて言われるほど、タイトルの付け方によって検索順位やクリック率もぐんと伸びるようになります。いかにねクリックしてもらえるかっていうのが重要になりますので、その自分の特徴とか歌い方とか強みとか個性をタイトルに入れるといいと思います。いかに興味をそそるかっていうのが重要です。人気曲、有名曲を選んだからといって、例えば誰々の何々を歌ってみた、でこれではダメです。やはり最低限の情報だとね、必ず埋もれてしまいます。もちろん曲名とアーティスト名は入れるのですが、そこに興味を引くような、言葉を追加してもらえたらなと思います。例えば、そうだな、何歳の中学何年生が歌うとか、若い年齢であることをアピールするとか、もし歌手志望っていうのをね、スカウトの方に分かってもらうためにアニソン歌手志望とか、そういうのが入ってると業界の関係者には無所属であるっていうことがアピールできますよね。他にも自分の例えば職業とか特徴を、例えばボイストレーナーが歌うとか、そういうふうに入れると、ボイストレーナーが歌ったらどんな上手い歌が聴けるんだろうってちょっと興味引きますよね。はい、あと歌い方の特徴を入れる、ハイトーンボイスでとか癒し声でとか、そういう声が好きな人は絶対クリックしたくなりますよね。あと性別やキーのそのギャップをアピールする、例えば女性曲を男性が歌うとか、元気で歌うとか、もうキーをすごい変えて歌うとか、そういうギャップをアピールする。あとは例えばこう誇れる特技とかね、肩書きがあるのであれば、例えばミスコンとかね、そういうのが入るとよりこう特徴が分かって興味をそそるタイトルになるので、ぜひぜひ自分の特徴を入れて興味をそそる工夫をしてみましょう。そしてそのタイトル映えするサムネイルを作りましょう。仮に好きな曲をね、一回検索してみて、どんなこうサムネイルが出てるのかっていうのを実際見てみて、自分だったらこんなのがクリックしたいなっていうような字体とかカラーとかをねお手本にするのもいいと思います。タイトルと同じぐらいサムネイルはこう見た目のインパクト、あと分かりやすさで興味が引くことができるので、動画投稿するときにサムネイルをね設定しないと自動的に動画の中からこう決められてしまうので、ぜひぜひサムネイルを作って指定することで検索で出てきた時によりクリックされるようにしましょう。チャンスをつかむ
歌ってみたポイントその3、クオリティにはこだわる。はい、選曲、そしてタイトル、サムネイルに工夫をしてクリックしてもらったなら、まあ、興味をね持ってもらいたいですよね。 YouTube への動画投稿はこうデビュー後もどうしても残ってしまうので、ある程度自身の中で厳選した楽曲を投稿するようにしましょう。せっかくクリックされてもこのクオリティが低すぎるともうすぐ再生ストップされちゃったりとか、次からもうね見てもらえなくなってしまいます。多額な必要をかける必要はありませんが、まあ、以下のポイントには気をつけて動画作成しましょう。まずはやっぱ歌の録音、メインの歌なので多少の費用はかかるんですが、やはりレコーディングをおすすめします。音質に差がつきます。あと撮影場所ですね。本格的な撮影スタジオはちょっと費用がかさむので、レンタルスタジオとか、まあ、レンタルスペースなどもね可能なので、例えば最近は比較的に安価で撮れるところがあるので、歌ってみた動画空白開けて居住地、まあ、ここやったら大阪とか、普通に動画制作してるところをちょっと検索してもいいかもしれません。もしご自宅で撮影するって方は注意しないといけないのが、まあ、自宅がね特定できるような場所っていうのはちょっといろいろ危険なので、エリアがあまり特定されない場所の方がいいと思います。また背景はやっぱりなるだけこう映らない方が声と顔に注目してもらいやすいので、まあ、背景が何もないところを選んで撮影するようにしましょう。チャンスをつかむ歌ってみたポイントその4、継続と成長。動画投稿したらね、やっぱりすぐ再生数とか高評価とか、まあ、反応をどうしても期待してしまいます。わかります。ですが YouTube への動画投稿をきっかけにメジャーデビューしてのアーティストもやっぱり初投稿からメジャーデビューするまでってやっぱり2年とか、まあ、それ以上かかってしまってます。なのでやはり地道に続けるっていうことが必要不可欠になります。はじめは再生数が少なかったりでね落ち込んでしまうこともありますが、まあ、チャンスを掴んでるって方は必ず頑張って継続をしているので、諦めずに継続して投稿していきましょう。また業界のスカウトマンは新人発掘歌ってみた動画で行ってるんですが、すぐに連絡するっていうことはまれです。一度、まあ、興味を持ったらしばらくその人例えば登録するとかちょっとこうブックマークに置いといて、他にどんな曲を投稿するのかなとか、まあ、前回と比べて次投稿した曲がどんだけ成長しているのかなっていうところも見るので、この成長具合とても観察されています。ですので、まあ、継続することと成長ということでチャンスをつかみましょう。チャンスをつかむ歌ってみたポイントその5、歌唱力で実力に差をつける。はい、これまで歌ってみた4つのポイントをねお届けしてきましたが、本来の目的は自分の歌唱力をアピールするということです。歌ってみた動画投稿はあくまでも多くの方にアピールして、まあ、自分の認知度を上げるためのツールでしかありません。視聴者をこう魅了させれるようにねボイストレーニングを続けて、まあ、専念して、そして自分の歌唱力や実力に磨きをかけるっていうことがやはり何よりも重要になります。はい、いかがでしたか。はい、流行りのね歌ってみた動画投稿はプロ歌手へのデビューの道の一つになります。動画配信を、ね、継続するとチャンスもすごいたくさん広がります。引き続きね様々な情報をお届けします。よろしければぜひこのチャンネル登録をお願いします。そして個別相談等も送っていただける LINE 公式アカウントへのお友達登録もぜひお願いします。最後までありがとうございました。動画投稿してぜひ勇気を持って続けてみてください。応援しています。